皆さんこんにちは、また CB のインシュレーターの話なんですけれども、このインシュレーター CB754 の、インシュレーター、これ Amazon で、個人出品の、たまにありますよね、 Amazon であの個人出品の中古品ってのは、それを買ったんですけれども、これがね、価格が3900いくらだったかな、3900、ちょっとで買ったんですけれども、信頼の TS パーツなんていうところから買ったんですけれども、取り付け部良好です、そのまま使えるコンディションとなっております、実動車より取り外しましたということで、ちょっと興味あったんで買ったんですけれども、これがね、これまあ磨いて綺麗になってるんですけれども、これがカチカチなんですよ。そのまま使えるとなってたけども、これがね全然ね縮まらないんです。縮まらないっていうか、このゴムが硬化してカチンカチンなんですよ。まあこっちは柔らかいやつなんですけども、普通はこんな感じなんだけども、これはもうね音が全然違うと思いますけども、もう木で叩いてみてもね、音が全然違いますよね。普通はこんな感じで、まあ、ある程度のこの弾力性がないと、ここのキャブとエンジンのシリンダーヘッドのマニホールドにくっつかないんですよね。この溝にこの出っ張りが入るようになってるんですけども、これはこういうふうに入ります。普通入るんですけども、これはね、もう硬くてね、全然ね入る気がないですね。本当はこんなのもう使える状態じゃないですね。本当はゴミなんだけども、4000円も払ってるんで、なんとか使えるようにして、使ってみたいと思うんですけれども、まあ前あの動画でアップして、K7 のキャブのインシュレーター、これもカチカチのやつをですね、アセトン漬けにしたらなんとか柔らかくなったんですけども、アセトン漬けにしましたら、またどうなるでしょうか。前回はちょっと長すぎて柔らかくなって、ふやけたようになって大きくなったんで、今回は時間を短めにしたいと思います。2時間20分ほどアセトン液につけたんですけれども、これがね、指でね、変形するくらい柔らかくなりました。これなら使えるでしょう。エンジン側のインシュレーターの隙間が空いてるんですよね。この隙間ですね、これがねちょっと気になるんですよね。その分だけインシュレーターがこう縮まってるような感じですね。
ブルイフは硬くて硬いし硬化してるし、かなりサイズも縮まってます。それで新品に買いたいと思います。かなりね縮まってますね。捨てるしかないですね。皆さん私の動画を見ていただきまして誠にありがとうございます。先月の11月24日大きい 1A が、来日しまして、日中外相会談、これがあったわけなんですけれども、もう1週間も経たないうちにですね、先月の11月30日ですね、中国とのビジネス関係者との、まあ、短期長期両方なんですけども、これの往来再開されました。まあ茂木外務大臣によれば、中国との関係改善に向けた相互理解の進展につなげたなんていうことを言ってますけども、なんでねこの第3波が来ている真っ只中に、なんで、中国の、ビジネス関係者とは言ってますけども、まあ普通の観光客当然来ますよね。それをこの時期に進めるかということで、尾身会長曰く、医療関係業務者はもう他人はおろか家族にももう会えない状況だと、ボーナスも低くなって、危険手当ももう十分に支給されていないということで、GoTo トラベル、これを一旦停止
してくれないかということを訴えましたけれども、まあガスは、GoTo トラベル今のところやめる気はないということをはっきり言ってましたけれども、このねガスと、セカンドフロアのじいさん、これが今悪のユニットですね。このセカンドフロアのじいさんは全国旅行業協会の会長してますけども、まあその雇用数間接を含めると400万人以上いるというのも本人も書いてありますけども、この医療従事者と呼ばれる方々、310万人もいるんですよ。それでその他に、この中には医療事務をしている人は含まれていません。あとは病院関係者でこれに含まれていない人も全部従事していると含めればもうどれぐらいになりますかね、400万超えると思いますけども、ということでね、こちらの方大事なんじゃないかなと思うんですけれども。